こんばんは。テロップをします。オンラインオフオフ？あ、オンラインサインか。そやなんかオフラインに見えて。オンラインサインか。受けるんだ。こんばんは。あれ、なんか喋ってる。喋っちゃダメですよ。何喋ってるんですか。面白すぎる。愉快な仲間たち。はい、じゃあ。やっていきたいと思います。早速今回は6枚目シングルの独り言で語るくらいならのオンラインサイン会と5月8日分の一部をやっていきたいと思います。お願いします。まずモナコ GP の白い帽子さん。そう、今回はですね、あの前回も当たりとか絵描いてるのとかやってたんですけど、今回は絵描いてるやつと、あとあれよ、なんか一言みたいなやつもやりました。なんか最近どうみたいな一言とか元気みたいな一言も入ってます。モナコ GP の白い帽子さん、ありがとうございます。あ、早速好きが出ました。成田さん、名前とか言うとこ、成田さん、成田さん、ありがとうございます。いますよ。お、ありがとうございます。皆さんお待たせいたしました。次は山形さん。え、すっごい感じだ、ガタが。すごい、剣に糸でガタって読むんですね。初めて知りました。あ、そう、その感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。次は庄司さん、頑張ってね。ありがとう、頑張ります。庄司さん、じゃーん、ありがとうございます。背景のパスタ5枚目なんですね。そう、5、6、ありがとうございます。庄司さん、次は山本さん、漢字の山本さん、山本さん、ありがとうございます。次は三平正智さん、三平正智、はい、三平正智さん、ありがとうございます。皆さん今日は何してたんですか。じゃあカピちゃんさん、カピちゃん、誰もいないカピちゃんさん、ありがとうございます。お仕事、私も今日はお仕事してました。藤田さん、次、今日は早起きでした。まだ仕事中、頑張って。藤田さん、ありがとうございます。次は川島さん、やっぱもうびっくりするぐらい、あれが多いですね。本名、名字の方が多い。川島さん、ありがとうございます。何時起きだったん。今日は6時半。頑張ったぜ。次は山本浩二さん、
こう。高橋さんありがとうございます。みんなすっかりニックネーム忘れてる。そうこれ多分みんな忘れちゃってるんですよね。7枚目はね忘れないようにしてください。次は井上さん。井上さん、井上さんありがとうございます。次は高橋さん。チキ会久しぶり。あ、チキ会じゃないや、サイン会久しぶりですね。最後に前やったのいつでしたっけ。高橋さんありがとうございます。次はグッピーさん。じゃじゃじゃグッピーに毎回グッピーさんって聞くたびにこの歌を歌っている気がする。ありがとうございます。7月半ばお久しぶりだ。次はいっくんさん。いっくんありがとうございます。この曲好きです。おいいね。PR 舞台。次は尾崎さん。あ、尾崎さんだ。尾崎さん。尾崎さん。ありがとうございます。なんかさ、他のメンバーはさ、サイン会の時何話してるんですか？今森さんを書いてます。森さん、ありがとうございます。次は上田さん。あ、いい感じ。上田さん、ありがとうございます。他のメンバーいたことないからわかんない。すごい、もうそのコメントばっかりで埋まるのはもう私に育てられてますね、もう皆さん忠実。次は高藤さん。高藤さん、高藤さんありがとうございます。あ、3枚。あ、本当だ。あ、森さん3枚、そして高藤さん4枚。じゃあ森さんごめんなさい、あと2枚書きますね。森さんありがとうございます。じゃあ高藤さんはあと3枚書きます。ありがとう。じゃん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 。サンガースベースいい曲ですよね。この前の打ち上げ祭で初めてメンバー2期生ちゃんとかとも一緒にやりました。高藤さんありがとうございます。この曲ずっと、高藤さん難しい高だったの？これを機にあ、これ線を足せばいいってことですか？縦線を。あ、柿の味になっちゃいました。じゃあ高藤さんを。あ、お、どうも、当たりが出ましたよ。高藤さん、はしご高、はしご高って言うんですかこれ。え、
目みたいなやつですよね。うんうん、ありがとうございます。すごい運を使い果たしてる感。え、ほらここだとタカ、こコメント欄だと普通のタカなんですよ。じゃあラッキーボーイですね。タカと。当たりはこれです。ハートの弓。加藤さんありがとうございます。次は重信さん。重信さんありがとうございます。あかりちゃんさん、あかりちゃん、あかりんと同じ名前だ。 STU 何気に名前かぶってるメンバー増えましたよね。うん、次はエバナさん。エバナさんありがとうございます。もう石田みなみは大変ですよ。石田もかぶってみなみもかぶってるから。大野さん、大野さんありがとうございます。次は七単家さん。七単家、ありがとうございます。次はキリトリさん。キリトリさんありがとうございます。びっくりするぐらい本名持つ。そうなんよ、ほんまにこの資料も多分本名の人が青い字で書かれてるやつなんですけど、もう青字祭りが開催されてる。次チャチャさん2枚。チャチャさん、チャ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 、そうこの曲好きなんですよね。なんかメキシコっぽくって。えでもなんか話しながらやりたいですね。なんか誰かメンバー置いてやりたい、なんかこういうの。はい、なんかえみんなどんな感じでやってます？こんな感じですか割と。あ、そっか、チャチャさんありがとうございます。次は炭酸せんべいさん3枚、ありがとうございます。みんなが行きたい海外どこですか？福ちゃんずっと喋ってる。ちょっと私もじゃあちょっとそれを目指そうと思います。今から皆さん今どこに行きたいですか？あ、うん、早速間違えた。炭酸タって書いてた。炭酸せんべいさん、炭酸せんべい。オランダ、ネパール、アメリカ、ギリシャ、ハワイ、みんなマニアックですね。ヨーロッパ、ヨーロッパ行ってみたい。超もう、うん、私はあれが見てみたいです。斜めの建物。
せんべいさん3枚ありがとうございます。次はひげのしんさん、ひげのしん、あ、そうそう、ひげのしんさんありがとうございます。そうピザの、そうなんか笑っちゃうんですよ。なんで笑ったの。あーもう、はい、次はでかいさん。次は電化会さん。あ、ツボに入っちゃった。はい。電化会さん。はい、ありがとうございます。次は、山内さん。ありがとうございます。私のサイン会あるあるは、山がつく人とか森がつく人とかにこういう山の顔をつけること。そう、次は遠藤さん、お、4枚ありがとうございます。遠藤、こんばんは、今来た、こんばんは、まだ書いてないですよ。なんかこの曲とかいつかあの好きな曲調だからやってみたいって思うけど、絶対そんな未来ないだろうなって思います。やってみたい。でも5周年とか、あの周年はオリメンがやるか、ツアーとかでやってみたい。遠藤さんありがとうございます。次はミニオンズさん、ミニオンミニオンズさんありがとうございます。シャッフル結構あるよね、ツアーは。そうですね、今回のツアーでユニットがシャッフルだったね。次はコッシュンさん、私はトゥルストゥストゥルルルをやりました。なんか声は奇病中をユミリン、ここはオキちゃん、ソラハがやっとって、そうめっちゃやりたくなりました。私もうずっと最近全然やっとらんけん、そうコッシュンさんございます。うん、1ページ終わりました。次は原さん、私いつかウィッチーズウィッチもやってみたい、あの気持ちに余裕があるときに。そう、原さんありがとうございます。次は和也さん、英語、カズヤさんありがとうございます。次はオラフティ、4枚オラフティさんありがとうございます。
私アナ雪の第2話、第2回目の映画多分見てないんですよね。見たかな、見てないんですよね。見たかな、え、テレビで放送されました？2回目のやつって。第1回目の方は2回も見に行ったんですよ、映画館に。でも2位が見てない。あ、まだ明日されてない。じゃあまだ見てないですね。見たいな。オラフィティさんありがとうございます。思い出して僕は何を。次は菊池さん、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰も俺も羨ましい。菊池さんありがとうございます。スタジオでの千穂ちゃんも見てみたいな。一回見ましたよね、あの一回参加す、あの瀬戸内巡り大好きな人で、スタジオがその時人数が多分一人足りんくって、そうやる予定だったんですよその時。次は T さん、でもねコロナで亡くなっちゃったから。T さんありがとうございます。次は藤原正幸さん、みんな仲良くその目的地には。ありがとうございます。藤原正幸さん、これで藤原って言うんですね。次は中村さん、中村さんありがとうございます。次は澤田さん、澤田さんありがとうございます。皆さん私に聞きたいことないですか？次は鳥取太郎さん2枚。鳥取太郎さん、質問コーナー。あ、今漢字間違いしちゃったんですけど、でも当たりになった。それで鳥取太郎さん当たりです。今日の晩ご飯、お、今日はさっきあれ今年初の今季初のおでんを食べました。もう始まるほんと2分前ぐらいまで食べてました。鳥取太郎さんありがとうございます。あ、当たり。これ花柄。次は吉松さん、吉松さんありがとうございます。次は鳥越さん、ね、アットジャムでね PR 舞台できるっていう感じになってたんですけどね、あれだったからまたねいつかやりたいな、どっかで。鳥越さんありがとうございます。次はマイピーインクさん2枚、ありがとうございます。マイピーインクさんありがとうございます。ジュン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 。次はマキちゃんさん2枚、ありがとうございます。
まきちゃん。まきちゃん、ありがとうございます。こんばんは。次はマルチさんね。10月 TIFF がありますね。 STU も出ます。マルチさん。次は宮城さん。質問見てねえじゃねえすか。見てますよ。そう、でもなんかなんて答えようって思ってたら名前の順番が来ちゃって、さあ全部答えてました。次はぬくもとさん。ぬくもとさん、ありがとう。最近気になってること、最近気になってることなんだろう。次はもたあきもっちゃんさん。最近は、ありがとうございます。お恥ずかしながら初見です。あら、はじめまして。次はインナミさん、はじめまして。インナミさん、珍しい名前。インナミさん、ありがとうございます。次は松岡さん。松岡さん、ありがとうございます。なんかさ、松岡さんとさ、あ、次奈良ちゃんさんです。松岡さんっていう名前の方さ、あのアイドルになってからは何名かお会いしてるんですけど、それまでに会ったことない。多分学校とか、学校で珍しくないですか。次奈良ちゃんさん、ありがとうございます。でも石田さんにも一人しか会ったことない、自分がアイドルになるまでは。次は丸尾さん。丸尾さんにも私学生時代は出会ったことないですね。そんなもんなんですね。丸尾さん、ありがとうございます。なので私の人生初丸尾さんですね。村上さん、村上さんもおらんかった。なんでも山本さんがめっちゃいました。私の学年に7人か6人いました。そう、村上さん、村上さん、ありがとうございます。次はトーマさん。はじまりサンガスペース君は。トーマさん、ありがとうございます。次は石川さん。お、2枚ありがとうございます。石川さん、地方には出会ってる。地方にはあのアイドルになってからファンの方で何名かいらっしゃって、そこであの出会いました。石川さん、ありがとうございます。次は正弘さん。まさひろさん、ありがとうございます。次はオランゲさん。オランゲさん、ありがとうございます。次は、尾形さん、3枚ありがとうございます。ちょーちゃん出席番号早いよね。早いです。でも学生時代は1番を
任せてもらえたことがなくって、でも STU だと一期の中でずっと一番だから、最初はすごい不思議でした、自分が出席番号一番なのが。STU まだ「あ」から始まる人がいないですよね。尾形さんありがとうございます。あ、ほんまよ、2期が昇格したら1番が池田ちゃんに。あ、え、お見送りとかもですか。悲しい、なんだかそっか、そうか。次はグラサン K さん。あ、サングラスデイズ。グラサン K さん、グラサン K さんありがとうございます。次は、瀬川さん。瀬川さんありがとうございます。でも2番でも分かりやすいですよね、皆さん。次は、うがさん。うが、うが、うが。うがさん。ありがとうございます。2期生混ざるのか。ね、新鮮。え、石田、石田、岩田は変わらない？石田、池田、石田、石田、岩田？あ、今村、岩田。は変わらない？その間にも誰か入るっけ？あ、でも今泉。あ、今。おお。すごい、異業だけでもいっぱい。次は花之助義文さん。花之助義文さん、ありがとうございます。次は友先輩さん。トモ先輩さんありがとうございます。異業ってなんぞ。確かに。あ、2ページ目が終わりました。いいペースですか。うん、次はトリさん1枚ありがとうございます。トリさん、トリさんありがとうございます。次はトールさん2枚。トールさんありがとうございます。あ、次はととみちさん。ドイツさん、ありがとうございます。次は、ゆういち81さん。はい、ゆういち81さん、ありがとうございます。なんかのコンサートはお見送り2つのグループに。あ、そうですね、舞浜が2グループに分かれとった。確かに人数多くなったらそういうのもありそう。次は伊藤さん。私も次の歌唱力出ますよ皆さん。歌う曲も決まりました。伊藤さんありがとうございます。予想してみてください、何だと思いますか。次はイッシーさん。イッシーさんありがとうございます。
次はジャッキーさん2枚。お、当たり、家、家がいっぱいあるやつが当たりました。ジャッキーさん、ジャッキーさん2枚当たり、ありがとうございます。あー、多分ショールームとかでも口歌、うん、鼻歌したことない曲だと思います。意外だと思う。そう、次は原口さん。私が過去に歌ったのは奥花子さんの恋と、奥花子さんの変わらないものと、あと、え、もう一回やりましたよね、なんか歌いましたよね、何だったっけな、ちょっとど忘れしちゃいました。原口さん2枚ありがとうございます。あともう一曲何でしたっけ。キコリさん、キコリさんありがとうございます。次は森谷高博さん、何だったっけ、全然見たことないよ。じゃなかったっけ、あ、2曲だったっけ。ありがとうございます、マリア高平さん。次はゆうじさん、ゆうじさん、じゃん、ゆうじさんありがとうございます。歌唱力コンテスト次で何回目ですか。あ、4、あ、じゃあ2曲だ最初が出てないから2曲だ。次、岡ちゃんさん4枚、ありがとうございます。え、すごい、あ、くっついてた、見なくなっちゃった、うん、岡ちゃん。予想あいみょんさん、あーあ、あ、でもカラオケで歌います、あいみょんさん。おかちゃんさんありがとうございます。次は尾形さん、新しい世界だ。尾形さんありがとうございます。次はパララグララの爪痕さん、すごいグリとグラみたいパララグララの爪あとさん、パララグララの爪痕さんありがとうございます。次はじゃんじゃじゃん、工作さん、工作さん、工作さんありがとうございます。次はゆういち81さん、はい、ありがとうございます。もう誰も、もう何も。次は高砂さん、高砂さん
笠子さん、ありがとうございます。次は草間龍さん、ここまで来て気づいたんだ。龍さん、草間龍さん、ありがとうございます。あ、いらっしゃる、ありがとうございます。次は水源スピリットさん、もう何限りがある。スピリットさん、水源スピリットさん、ありがとうございます。みんな軽く。次は恋してカープさん、恋してカープさん、恋してカープさん、ありがとうございます。次はギャバチョコさん、ギャバチョコさん、ギャバチョコさん、ありがとうございます。ちゃん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 。次は西村さん、西村さん、ありがとう。誰もいない、ぐっすり眠れそう、わかるわかる。次はグラサンケイさん、としてもグラサンケイさん、ありがとうございます。絶対しまう、おきちゃんの声だ。次はツッチーさん、ツッチーさん、ありがとうございます。次は佐藤浩一さん、ズンジャンジャチャン、こいちさん、佐藤こいちさん、ありがとうございます。なんか くっついてることがある。次はのりさん、のりさん、ありがとうございます。熱でくっついたのかな。あ、熱でくっつくんですか。写真。次はグラサンケイさん、すごい3回書いてる今、ありがとうございます。グラサンケイさん、ありがとうございます。そして大鳥、大鳥はよっこアットマークぬさんです。よっこアットマークぬさん、よっこアットマークぬさん、ありがとうございます。じゃあ第1部は終わりです。じゃあランキング読んで終わりますね。20位カズさん、19位ムムさん、18位パロプンテさん、17位チビスケさん、16位アッシーさん、15位ケネスさん、14位ドーグラスさん、13位ヒラロンさん、12位キタエさん、11位奇跡のチホさん、10位ハルキさん、9位コモダさん、8位演歌家さん、7位流れ物さん、ラッキーセブン、6位モヤ太郎さん、5位パープルさん、4位ジュノラニカウェグレさん、3位キョンシーさん、3、2バブホスさん、2、そして第1位はデンカガイさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。2位ありがとうございます。じゃあまた
何分か後に第2部配信します。バイバーイ。ありがとうございました。